ゾートチックなラブホ一室。ほんのりと桜色に染まった二つの近くに思いがする。雄一はリオのくぐもった声を聞いた。分かったよ。少しため息をつき、テーブルの上に置かれたリモコンを操作して光量を最小限まで絞る。なんでこんなに恥ずかしがり屋なんだろう。両手で顔を隠しながらしなやかな死体をくねらせるリオを見下ろし、雄一はわずかに首をひねった。幼稚園の保育士をしているリオと付き合い始めて半年。毎日でもセックスしたい雄一に対し、リオが許してくれるのは3回1回。それも電気を消した上に単位は正常。プラチオもフニリングスもなしという味気ないセックスを繰り返している。男から見たらすっげーエロい体してるのにセックスが嫌いだなんてもったいないよな。ズリ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 、雄一の視線に気づいたリオが布団の中に体を滑らせた。瞬間ほのかな明かりに照らされて、リオの二つのちぶさが浮かび上がる。それは手のひらに余るほど大きくはないが、程よく丸みを帯び、尖った乳首は雄一の唾液で濡れていた。リオ、感動を刺激された雄一がむしゃぶりつくように右の乳首を口に含み、左手で形のいい膨らみをもみしだく。うん、湧き上がる快感を必死に抑えるようにリオは眉間に力を込めた。感じているような気はするんだけど、わずかに顔をしかめる。気持ちいいのよな。乳首から唇を離し、上目遣いで言う。ん？結構いい顔してるぞ。もしかしたらこのままいけるか。心の中でガッツポーズをした雄一は、いやと恥ずかしがるリオの下半身に手を伸ばして布越しに手のひらを押し付けると、割れ目に沿って指をはわせ、クリトリスを乱暴にこすり上げた。あっ、いきなり敏感なところを攻撃されたリオが顎を突き出し体をよじる。やっぱり感じてるんだよな。心を膨張させた雄一は布団を引き剥がすと、淡いピンク色のパンティーの中に指を差し入れた。
下ろした。あ、ダメ。小さな悲鳴を上げたリオが体をよじって逃げようとする。しかしがっちりと下半身を抑え込んだ雄一は両手を膝にあてがい、ぐっと強引に押し開いた。いや、いや、いや。顔を左右に振ったリオが大きな声で叫ぶ。形のいいちぶさを上下に揺らしながら上半身を起こしたリオはさっと右手で磯野を覆い隠した。しかし全てが覆い隠されるまでゼロコンマ数秒が雄一に至福の時を運んできた。今までどんなに見たくても見ることのできなかったリオの秘書が一瞬雄一の目に飛び込んできたの。雄一は思わず生つぼを飲み込んでいた。開いた秘書の奥ではピンク色のヒデがうごめき、いやらしい汁を入れさせていた。ああすごいよリオ。目を大きく見開いた雄一がさらに近づく。やめて、ねえお願いだから、もうこれ以上はダメ。目尻に涙を浮かべた。しかし目を縛らせた雄一は秘書を覆い隠しているリオの右手首をむずんと掴むと、舐めたい、無表情のままつぶやいた。え？驚愕の表情を浮かべたリオがカッと目を見開く。その固くなな顔は明らかに雄一の言葉を拒否していた。舐めたい、リオのあそこを舐めたい。ダメ、あそこは舐めるとこじゃないから、汚いから。それでも舐めたい。ダメだよ、ジェス、ねえやめて。リオの声が部屋の空気を震わせた。急いで足をバタつかせ、腕を含んだ強い感じで雄一の目を抜いた。2秒、3秒、膨れ上がった涙が両の頬を伝って再び落ち、ゆっくりとシーツに広がっていった。愛してるってなんだろう。うつ伏せになり頬杖をついたまま、これを思いを巡らせた。愛しているから好きな人には喜んでほしい。愛していればどんな恥ずかしいことができる。愛しているから望むことは何でもしてあげたい。愛していれば周知が喜びに変わる。どれだけ考えてみてもさっぱり答えは、やってみるしかないのかな。そう思うと下半身がちょっとだけうずいた。あ、ダメ、ゆうちゃん、本当におかしくなっちゃう。雄一に体を預けたリオが小さな声で、おかしくなっていいんだよリオ、ほらおかしくなっちゃう。雄一は二つの膨らみを揉みしどきながらリオの割れ目に舌先をねじ入れかき回した。
握りしめる理由は大きく体をのけぞらせ